こんにちは。今日は最近買ったかっこいい商品のご紹介します。例えばホテルに来てお茶を入れたいと思っても、シュルガシコイ女が部屋にやかんを置いていないので、自分では入れられないとしましょう。ここではスタイリッシュバッグの中にあるこのものを使って、それを取り出して、ここには取り外し可能なハンドル付きを小さなやかんがありますが、それはあなたが思っているほど単純なものではなく、我々はかなりまともなやかんを得る。それは魔法です。それでは水を入れてテストしてみましょう。最初の数秒から私たちはそこに泡を見ることができますし、水の加熱のために、それが沸騰しているとちょうど数秒に、それがコンパクトなデバイスに折りたたむことができます。特殊なシリコンから作られた中間部分、子供の頃から私はクルーナーコンストラクターを持つことを夢見ていたし、この願いは今だけ叶った。指示の下で我々はラップを持っている。それらの何役もの、おそらくいつに組み立てる必要があります。異なる素材の何千もの、この面白いウサギはアセンブリで私たちを助けるんだろうが、彼と出会ってもプロセスはそれほど簡単ではありませんでした。あなたが知っている、最初は我々は最大4時間でコンストラクターを組み立てると思ったが、それは永遠に私たちを取った。素材の数は無限にあるように見えた接続やスプロケットのトント組み立ての2日目には、それは今の私たちの挑戦であり、我々はそれを救うことができないことでしたが、我々はそれを救っていたよりも夜奥のそれが面白くなってきました。製品がいくつかの形になってきて、最後まで組み立てるのが待ち遠しくなってきました。3日目に予約組み立てましたが、これがすごいショベルで、見た目もかっこよくて軸を回転させたり、特殊なスピーナーを使ってバケツやヤを動かしたりってで回転させたり、ショベルのここの部品を動かしたりできる軸をの機能を切り替え、レールレバーを使ってバケツでヤを動かすことができました。特殊な蓋を開けてみると、作業の原理がわかりやすく、シャフトやスプロケットの使った作業が信じられないほど簡単になりました。トルクは掘削機の別のそばにある胸骨線のこれらの番号を透かします。全体的にこのコンストラクターだけで素晴らしい。それは子供のためだけでなく、大人のためだけでなく適していますし、それは安くはありません。あなたが今までにニッツのワイヤーをハンダ付けする場合は、あなたが最初にロージンを持っている必要があることを知っているし、それを両方のワイヤーを習得し、何らかの形でそれをハンダ付けします。代わりにあなただけの中国が思いついたものを使用することができます。複数のタスクを持っている熱鈴木製のこの種の、我々はちょうど我々がハンダ付けし、慎重に炎の上にそれを温めることを得た。ワイヤーを置く必要があります。内部には余裕し、自動的に熱のワイヤーと側面から赤いリングをハンダ付けするとリングがある。しっかりと圧着線と接続を記しています。結局
我々は半名ごてと水を恐れていない託生のある絶属を使用せずに半田付けされたワイヤーを得た。私はハドエズトアでこのデバイスを見てきましたが、これのポイントは何だったのか、それはどのように動作するかをかなり理解していませんでした。今私はそれがワイヤーを露出がさせるために作られていることを知っています。この場所にワイヤーを差し込んでってを絞るだけでワイヤーを先端が自動的に露出します。全てが完璧動作にし、他にもワイヤーをカットできる場所があります。しかし予算内で何かをしたい場合は、我々はこの種のシンプルで手頃価格のデバイスを発見しただけで、適切な進化にケブルを差し込む必要があり、ワイヤーの周りに周回それを回すとボイラのワイヤーが保護されています。私たちが屋内で呼吸する茎の質を気にして、私たちは賞味からこの種のデバイスを買った。それはホコリからだけでなく、他のものや顕微鏡の下で飲み見ることができます。小さな粒子から茎を洗浄するためのフリタであり、最初に私はこれについて懐疑的だったが、使用の3週間後に我々はフリタを見て裏蓋を外した後、我々は定期的にウェットクリーンを行ったにもかかわらず、そこにあたどのくらいのショックを受けてみた。成績の小賛成を見て、もう1台大きなものを購入してリビングに設置しました。フリタにはクッキー中の有害物質のレベルを検知する検知器が内蔵されています。ボタンで操作したり、インターネットを使ってスマホのアプリで操作したりすることができます。一般的に砂の多い大都市や体育中に排出するものを大数工場の近くに住んでいる場合、このクッキー清浄機はあなたを家に欠かせないアイス担当になるでしょう。では何よりも私たちを楽しませてくれた、この動画の中で一番かっこいい買い物をチェックしてみましょう。これはラジコンカです。これは本当にかっこよくて、デザインだけじゃなくて仕組みの話もしています。見てください。それはほぼ本物のバッファースプリングを持っていて、その機能を果たしています。ゼンリンクドです。シャフトギアのシスメツによって、4数の車輪のそれぞれにトルクが伝達されます。ここでも車輪は柔らかく、またショックアブソーバーとして機能します。またセットにはいくつかのスプラナーが含まれていますので、ネジを緩めて訴訟したホイールの脱ぎ、スペアのものと交換することができます。子供の頃は夢にも思わかなったのですが、このガッチを使ってボディを外して中を見ると、ラジエータスキーのエンジン入っていて、中にはコントローラーのバッテリーが入っていて、30分間の底が可能です。サイドにはフロントタイヤを回すためのトランスミッションがあり、トリガースキーのラジコンと単葉のホイールは使って制御しています。私たち墓で車をテストして、それは外にあるべきであることを理解しているので、非常に強力です。あなたはそれが制御することは困難になり、ドリフトを習得することを、あなたが本当に速く乗ることができます。希望する場合はちょうど揺れでクッキー、私は間違いなくこのおもちゃを得ることを勧めします。子供向けというよりは大人向けに作られていることを思います。充電用のパワーバンクを持っていて、子供のように一日中乗っていました。